日本近畿地方大阪府大阪市中央区、九太郎町、九太郎町は、大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は、九太郎町一丁目から九太郎町四丁目。九太郎町四丁目、渡辺の外区表示板北は、船場中央、南は、北九宝寺町、東は、東横堀川の一橋を挟んでの一橋、材木町、西は、 西横堀川との阪神高速1号、環状線機待を挟んで西区阿波座とそれぞれ接する。元は農人、橋通沿いが北九太郎町、一つ南の通り沿いが南九太郎町、渡辺筋沿いが南渡辺町、西横堀川沿いが沢原木町、西笹町という町名だった。1872年に西横堀川沿いは、 横堀五丁目に改変された。1962年に埋め立てられた西横堀川には、忍橋、新都辺境が架橋されていた。北御堂から南御堂にかけての渡辺筋沿いに位置した北渡辺町、南渡辺町は、1930年に大半が本町、南本町、東仏町、北九太郎町へ編入され、南渡辺町の南端部が、 わずかに残るだけとなり、同時に渡辺町に改称された。過労うじて残った渡辺町の町名も、1989年に北九太郎町、南九太郎町、横堀五町名の一部と統合されて、現行の九太郎町となり消滅した。しかし、座間神社の渡辺津から船場への先座と共に移住し、以後町名として続いてきた。 渡辺の名が消えることに反対する運動が、渡辺政の末裔の間で起こり、旧太郎町四丁目には、全国的にも珍しい数字を用いた、外区符号の代わりに、渡辺という漢字の付く外区が用いられることになり、大阪市中央区旧太郎町四丁目一番、二番、三番、渡辺の順で、外区符号が設定されている。九太郎町の天下説と、織田信長と、 豊臣秀吉に仕えた堀久太郎秀政がかつてこの地に屋敷を構えてたことによる説がある。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。難波別院。 大阪府大阪市中央区の町帝、アザ一覧、人口統計ラボ、2019年10月4日閲覧、AB、住民基本台帳人口、外国人人口、大阪市、2019年10月4日閲覧、AB、旧太郎町の郵便番号、日本郵便、2019年8月15日閲覧、市外局番の一覧、総務省、 2019年6月24日閲覧。住所の番地なぜ、渡辺日本経済新聞。2018年9月29日閲覧。AB、平成7年国勢調査の調査結果引く。男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、 平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。平成17年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザトウ。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB。 平成22年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数町長,長、アザ等、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。 平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます